サムライマサは、日本の現代アーティスト、美術監督。美術監督としては、本名の中久木交渉名義で、アニメーション美術などを担当。現代アーティストとしての作家名は、サムライマサ。文化人プロダクション所属。身長170センチメートル、体重58キログラム。サムライマサという名は、豊臣家の御大老浮ッキ氏の家臣で、 戦国武将の戸川氏の子孫であることに由来する。高祖父は官軍の隊長として徳川軍や族とと戦い、高祖母は徳川家事記さんの姫君である。士族の末裔で継承家紋は三本過ぎ。現代アーティストとして様々な作品を試作する中で、たまたま焼けクソで作った富士山にパンツが被った作品を画廊でコレクターに見せたところを受けたため、 以降パンツの普遍性や多様性に興味を持ち、パンツで世界中の人を幸せにするいう理解を超えたテーマで本格的に活動を始めた。2014年にはパンツオーケストラという音楽映像パフォーマンスを融合させた作品を発表、ぶっ飛んだ世界観が SNS を中心に国内外で話題となった。それを起点に和のパンティ、世界に一つだけのパンツ、和の パンツーボールなどを発表、あまりに前衛的なビジュアルとありえない発想から、TV などでも紹介され、賛否を呼んだ。2018年には、世界一価値のある高級パンツの店という侍マッサ、自らがオーナーを務めるオンラインショップを開店させる。先祖代々を描く能力に優れ、子供時代からその能力を発揮。コンクールなどでも多数の受賞歴がある。大学を中退後、 たまたま本屋で見かけた、求人誌で高級に惹かれ、アニメーション美術会社へ入社。美術助監督、美術監督として、アニメーション美術、映画美術、実写映画マットペイント、コンポジットなどを手掛ける。テレビアニメ、名探偵コナンでは、背景美術を手掛け、後に美術監督に就任。現代美術と合わせて、現在も現役で活動し、 2017年には、モンストアニメ、モンソニ。2018年には、レートン教授のテレビシリーズ、レートンミステリー探偵者、カトリーの謎解きファイルの美術監督を務めている。なお、美術としては、実写から、ポスター、CD ジャケットや TV のセット CG まで手広く、活動している。パフォーマンスアートビデオアート、作品立体作品アニメーション実写映画。 ありがとうございます。